とりあえずこの辺食べましょうか、はい、ね、とりあえず、はい、はい、ドキュメント YouTuber は行ったり来たり、おお、うん、おお、さっき込むとにね、やっと整うかなと思ったけど無理やねん、もう、うん、こういいでよ、ちょっとおしっこ行きたい、おい、ゆうろさん、もう贅沢だよね今日なんかお酒に、はい、じゃあ恵方巻き、じゃあ皆さん持ってください、はい、方向はどっちなの、東北東です、東北東です、写真東北柄がいいなじゃあいただきます、うまい、お疲れ様でした、喋っちゃダメなの、ラジ生姜をつけた方がいいんじゃないですか、生姜と、うん、こんなに味を釣ってんのにアジの刺身を食ったことがないという清水さんが初めてアジです、自分は釣ってるけど食べてない、そうです、コリコリしてる、うん、いやー絶対ない、うまい、最高最高もう食べちゃいます、美味しい、うまっ、これプリプリな、コウタロさんの味プリ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 、え、あれだ、あの明細食なんて、明細食言わないこれうまいでしょ、うん、思ったのがいい、え、なにこれ、あぶったやつ、うん、皮がそのままついてるから食べた、うん、歯応えがいい、タイは小さくてもタイですからね、ですよね、味は、うん、タイだタイだ、カマス行ってみたんですか、カマス、え、これあ、アジ行ってみてください、アジ、クロダイなんか、生姜、クロダイなんか絶対食べれるの、清水さん、この日のことをもう1ヶ月前から指折り数えてたんですもんね、そうって、もう小学校のね運動会の前の日はねずっと毎日、ね、本当にどんな寂しいおじさんなの、寂しいから鈴鹿に行ってね人誰か捕まえて譲って遊んでるだけの、本当そうですよ、なるほどなるほど、それであの若者に話しかけたんだ、うん、誰にも声かけるの、もう有名なあのね、うん、有名になっちゃった話しかけおじさん、あ、またうるせえじじきたよみたいにさ、あんかけは何やりしてするんですか、これは安丸出しと塩コショウです、うん、いや、あっさりしてるよ、ね、安丸出しと塩コショウ、あ、塩コショウだけ、あっさりしてる、うん、椎茸もそうだね、で魚に結構ね強めに塩コショウかけてるんで、うんうん、魚と一緒に食ったらね中和するはずです、なるほど、うん、本当だ、アジの一番うまい食い方僕はこれだと思ってます、なるほど、そうなの、アジのあんかけって、だしあんかけってめっちゃうまいですよ、食ったことない、今食ったでしょ食ったことないでしょ、うん、でトウゴロウもね多分ね化けるはずなんですよ、あ、そこそこ、これでこの、うんうん、このあんでこれでトウゴロウ、ちょっとバカしてみる、うんうん、何これそれ怒んないよ美味しすぎて怒ってる何も食ってんの、これなんかこれじゃあ最初に食べちゃったじゃない、これはこう言ってないんだよ、まだ他のやつがこれ食ってください、これむちゃくちゃうまかったのよ、あ、骨ね、揚げたばっかり、揚げたばっかりですね、びっくりした、サクサクで旨味バッチリで、もうこれうまかったわ、身にいらねえからこれだけちょうだいって言いたくなるよね、なるなるでしょでも豆味とか20センチ未満のやつ、うんうんうん、ご飯揚げたらもっと美味しいですよ、うん、
なるほど。タイのウリってあんまりやらないんで。うまっ。タイのやっぱりさ、あ、うまいっすよ。タイうまいっすね。違う。違う。自分の曲をもう忘れているという。ちょっと歌詞を出さないと。歌詞を。じゃタイムですけど。このウェッティな歌い方。あの、納豆ボイスって言われたよ。うん、なんか、ちょっと大竹栄一を彷彿とさせるやつ。なんか、ウェッティな感じですよね。え、ゲーム、下げやすいものもなんか結構。あ、そうですね。あの、石井宏さんなんかね、ほんとなんか下げやすっぽいですよね。いや、日浦さんもめっちゃマジいいっすよ。マジいいっすよ。めっちゃかっこいいっすよ。なんかめっちゃダンディーじゃないですか。マウンテナイツよりもいいと。いや、これいいでしょ、鳥肌立ちますよ。なんでこのダンディー感。決してあの、トーゴロ釣ってると思う。全部カットしますから、そこ全部カットしてくれ、トーゴロ。この辺のやつっていうのは、京都にいて、音楽一生懸命バンドやってて、流れがそのまま来てて、クラスになって俺目から鱗だったんだよ。あ、音楽ビジネスってのはこういうことなんだって全然変わったんだからね。あ、これなのね、ビジネスって。なんかこの、なんでこのエロさみたいな、この。めっちゃ大人じゃないですか。確かに。ね。で、これでも日本でこんな感じの歌手いないでしょ。このエロさ。また、メンバーがすごいね。あの、最近ミュージシャンっていう感じじゃないんだよ。トムさんと、で、トムさんを集めて、そういうコンセプトで、松田聖子をやった後なんだな。まあそういう、すごい人にまたタイミング的になっちゃった。なんかあの、僕、名曲って、メロディーと歌詞がめっちゃハマる時があると思うんですよ。この目を閉じて、スイーエンジェルとか、メロディーと歌詞のハマり方。日浦貴教のエンジェル、それをハヤトちゃんと歌うという。でもその歌をお二人は知らないという。ため息がまた運んでくる、まとわりつくような君の瞳、夜が明ければ忘れそうな唇に見ていた風景。
浮かぶ微笑み見とれていた。抱き合いながら揺れている。愛しくて愛の切なさ、胸の奥に刺さる。最高。いいじゃん、いいじゃん。感動したよ。感動した。うん、やっぱ気持ちが入ってるっていいっすね。いい、うん、鼻水出ちゃった。いや、いい歌でしょ。いい歌もいいし、いいよ。なんか、すごくいい。コラボ。うん、ずっと見てなかった。これで、この年2位になって、翌年優勝した。横浜ベイスターズ。うん。監督の監督さんって誰です？これからスタートに。あれ？金城監督。ローズがいて、実はローズがいて、駒田じゃないですか。駒田がいて、あ、だから優勝者だって。太陽ホイールズから大魔神が大魔神が南海フォークスだから。だって横浜にずっといたってね、知らないんだから、ね。俺まだね、横浜球児行ったことないのね。だけど横浜球児みんなこの歌歌ってんの。呼べっちゅうんだよ、ほんとに。だってまあ、A ちゃんのコンサートに行ってたよ。野球に。俺の同級生とかみんな広島カープファンなんだけど、だから、ね、あんまり大きなこと言えないよね。実はベースはこう。あれ？人生ってほんとにうまくできてんなと思ったのは、いろんなことやって、その売れなくて一回こうなったけども、そのことがあったからとか、コンピューターの仕事したことで嫌だなって言いながらやってた、そう嫌だなと思ったことやってたけど、それが後で自分を助けてくれるっていうことがあって、うん、なるほど、ものすごい人生ってうまくできてるんだな、神様ってすげえなと思って作った曲です。うん、でなんだろう、人生で無駄がないってことで言いたいんだけど、なったら、あ、人生はくじられるようなものだってできたのね。いやー、ひげさん、始まったっす。
ちゃいいな。何一つも手に入れることができないままで、時間だけが早しで過ぎてた若い日々、夢に描いたことに向かってただまっすぐに進もうとして、横道を歩いていた。だけどそれはとても大切だと周りだったんだ。クジラのような
YouTube っぽいっすね。めちゃくちゃ YouTube っぽいっすね。サムネイルこんなにやつ。やば。最高。いいね。これ配信しちゃったらいいんじゃない？喜ぶ人いっぱい。やば。やば。ありがとうございます。レジェンド。いや面白い、面白いね。レジェンド。めっちゃレジェンドです。なんかすごい面白いな。あ、気に入ってくれてんだなって感じがすごいよ。多分僕が一番多分日村さん次に歌えると思います。一番こすってると思います僕が。じゃあオリジナルメニューやらなきゃね。え？皆さんあのタオルを用意しました。おやじなめろメロと言ってもいろいろあるんです。夕張アンデスマスクメロン、クレイジーハッシュにマルメロだけの僕が小さな頃からメロンと教えてメロンっていうやつ、網目はない。おやじのメロン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 。おやじは釣りが好きで、長波までどんぶらこ、ビザミ、カレー、メバル、キヌ、夜の磯にはタコはいで、ほんじゃ今頃はほんま魚おらんようになったと嘆くよ瀬戸のうちの海。おやじなメロン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 。背中が怖かった。そんな親父も丸くなり、野菜作りデビューした。3年もって初めてメロンが通る、不揃いの黄色いメロンだぜ。おい、親父のメロンだぜ。おやじのメロン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 い見えちゃってる感じです。いいね。やることやったね。やることやった。さすが。今日の課題は終わったね。全部全てやりきりましたね。素晴らしい。いや、やばいなこれ。
で別人のプロポーション、みんな歌ってる、水際のエンジェル、君は初めて僕の目に見せたその素肌、そのセクシー、超高層ビル走るハイウェイ、いるように君は固有語になった、ドラマティックイセイエイエナ、ミステリアスにソーワンワンタイ、こんなに一緒にいたのに、大気ない、恋してしまったよ、夏のひどくり、服の上からは剥がれないね、僕には合わない人だと思ったら、力は、oh、 とんでもない不思議な気分に戸惑うよ、レジェンド生歌で聞いちゃう、これはすごい、で僕のね僕の生歌ですけどね日浦さんじゃないですけど、すいません、すいませんでした、あー面白いね、なんかすいませんでした、面白いな、面白い、新鮮だね、
日浦さんに引かせて僕は歌っちゃうっていう。まあ関ちゃんとまあそこナインティナインよりもエンジェルの方が気持ち入ってる。ああそうですね、エンジェルめっちゃかっこいいですよね。もうちょっとこう思ってるなんかこうペニンシュラのホテルとか使えばいいですよ。伸びちゃってるんですか。映してんの。マジで堤防寒かったですよね、この3時、4時ふと我に返った時、何やってんだっていう時ありますよね。したやばいよ、そんなもん寝てるところもいるそうだよね。ダシだよね。うん。鉄腕だと思う。Voice